どうもホタルです。さあ本日はですね、七色ダムにやってきました。今日は朝からね、僕は怒ってるよ。もうタナディに怒ってる。今日はもう今日ね、まさかのですよ、こう出船の準備整えて、さあ釣りに行くぞって、もう全部下ろしたってタナディに聞いて、あとタックルだけですねって言って、あそっかそっか、ただ竿を下ろしてなかったと思ってバーって後ろ開けてみたらさ、積んでないの竿。いや確かに、いや昨日ね、もうほんま準備しとった時に僕が他の用事してて、でタンディちょっと準備だけ積んどいてって言って任した俺も悪かった。確かにチェックしてなかった、俺もノーチェック。やけど乗ってると思うやん竿は普通にね。で2人とも何の疑いもなくこうナイロついて、よっしゃし撮影始めようかって言った時に竿がないってことに気づき、で T ゾーンの社長に無理を言ってですね、借りました。まさかあのデストロイヤーを使う日が来ると思いませんでした僕が。しかも左巻きのこれ何、メタニウムの MG7 っていうんかな、それです。これをご好意で貸していただいてですね、まさかの七色トップウォーターゲーム始まりとなります。さあ本日どんなドラマが待ってるんでしょうか。さあ今日も行ってみよう。いや釣り開始前にさ、これフィッシングスキンってやつや、これ塗っとくとさ手の表面結構コーティングしてくれるからさ、いいよね。ちょっとつけすぎたな、これもう白になってしまった。いやでもこうこれ塗っとくとあの釣りの締めろ落ちやつがねだいぶ軽減されるというか緩和される。そう最近さ、この今着てるねコーチジャケットもそうだけど JTBFA ってジャパントップウォーターバスフィッシングアソシエーションってさ、そういうアパレルブランドを作ったんですけどね、まあアパレルブランドなんですよその JTBFA っていうのは。その細かいことはまあ動画ね、前回お話した動画があるんでそれを見てもらえばいいですけど、まあ、シンプルに言うとですね、その協会っていう日本語に訳すとね、トップウォーターバスフィッシング、日本トップウォーターバスフィッシング協会みたいになるんですけども、そんな重く考えずというかに、まあ、もっと気軽にこうトップウォーターを好きな人ら同士でなんか一つのことができたらいいなっていう思いが根底にあって、僕らさそのトップウォーターゲームってね、日本独自のさ文化であったりするんですけども、まあ魚の形とは似ても似つかぬ形のものでブラックバスを水面に誘い出してさ、ポーンって飛び出てくれるわけやんバスはね。ですげえ多分もうそこの状況で言うとさ、ブラックバス自体が結構まあシャレのわかる魚やなと思ってるんです僕は。もうザ魚じゃないと食わんっていうのじゃなくてね、いろんな形の全然魚とちゃうやつに対してバーン食べに来てくれる魚内でさ、まあそういう遊びをしてるんやから、まあそのね、僕らそういうのをものづくりでしてる側の人間がもっと遊ばなあかんなっていうのがやっぱ思ってて、でまあそんな中の一環として JTBFA っていうのを作って、なんかみんなでやってたらおもろくねみたいな、重いもんじゃなくて、まあ、なんかきっちりした協会作りますとかいうのやったらまた違うと思うんですけども、そんなんじゃなくてもっと軽い気持ちでこうこの釣りが趣味な人がこうつながれる形が何かないかなっていうのを模索した中の一つであって、このウェアを着てるだけでもうだからあれですよ、協会員ね、協会員っていうとなんかちょっとあれ語弊があるかもわからんけど、でもまあそのメンバーですよみたいな感じでいいやんって正直思うんです。だからそんなハードル上げてさ、なんかきっちりやってってなったらさ、やっぱなんか楽しめるものも楽しめやんくなるし、なんか残したい文化がそういう部分なんかしたら僕の中ではそうじゃないなっていうのもあって、まあ、本当に純粋にこう、ね、トップウォーターでバスを釣るっていう遊び自体が好きで、でね、それをこういろいろ取り扱ってくれてるショップさんがあったから僕らの仕事って今あるわけで、だからそこの部分を忘れたらあかんなっていうのが僕自身はすごく、まあ、ずっと思ってますし、そういう
意味がこの JTBFA には込められてるし、そんなもうめちゃくちゃ重苦しいもんでもない。でもちゃんとしたこうそこに対しては、まあ僕としてはこうそこで、まあそれこそ前の動画でもお伝えしましたけど、それで出たね、あの利益の部分で何かこう後々につながるような活動であったりとかをですね、していければいいかなっていうブランドになります。 LHB でいきます。飛ばつらい今日のアクションなんか下手くそじゃないですけど、ならへん、大丈夫届かん届かん、うわつらい。ちょっとアジャストしていくのがすげえ大変かも。これはどうしたらいいの。ああうるさ、着水やっぱり釣りにおいて快適であることっていうのはやっぱ大事。このやっぱあのこのな、このメルトンのイヤーフラップキャップもさ、めちゃくちゃあったかいもん、ほんまに。もうこれもほんま作ってよかった。でありがたいことにね、もうあの完売してますんで、来年もね作るぞってことで考えてます。これはマジでええもんな。じゃあルアー変えるわ。いろいろ使ってみないか。おい、ラット。俺が求めるアクションが出せねえ理想とするアクションが出ないスタナディさん、もうこれはもう今日はストレスや。釣りができるだけでも感謝せなあかんな。はい、ビジャック。てます。
うわー出たじゃん。あー見た出たね今。下から食い上げてきたら見えたよ。変更つけとるでか分からんけどポンって。うわたまらんな。多分タディがちゃんとマイスマイスちゃんあれから持ってきてくれたら連れとった。まあでもいいや、反応得れたからね。この時期のあのバイト貴重やでね。さあ引き続きやっていきましょうか。はい、じゃあ柔軟でやってきまーす。いやなんかこういう時期になってくるとさ、なんかそのあれや、この前なんかコメントかなんかでさ、どういうルアーを使うんですかみたいな、まあ秋とか冬になったらっていう質問をねもらったりしたんですけども、基本的に使うルアーは全部一緒ですね僕の場合は。でまあ冬になったから使わなくなるとかはないし、まあまんべんなく使います。ただまあ意識してるのは、結構まああったかいシーズンとかはもろ車両におって、そこでまあ横の動きで食べに来たりとか、着水した時に食べに来たりとするんですけど、今の時期はちょっとやっぱり水深深いところに深めのところにいたりするんで、そこからちょっと誘い出すっていうイメージ、あくまで。いやもしかしたらめっちゃ浅いところおる時もあるかもかな。でも、まあ、基本的にはアクション的にはこうそこから誘い上げるみたいなねことをイメージしながら、これぐらいのシーズンからは釣りをするようにしてます。まあ、特にもっとね、12月やったり1月2月になってくると、より一層ねそうやって、深いとこから誘い上げるっていうイメージをしながら、釣りをしてますね。まあそれぐらいかな。冬やから使うルアーとかはあんまりないですかね。まあ一点こうネチ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 して、誘い上げやすい、まあだからそこで絶対釣りたいっていうか、そこら辺にバスおるであろうって思っとったら、しっかりとそこでこう移動距離を抑えてアクションできるルアーとかは使ったりしますけど、まあただまあまんべんなくこう使ったりするので、まあ、特にこれといって冬はこれですみたいなのはあんまないです。さあね、お腹空いたでご飯食べましょうね。ここ組み合わせたらで、これでうん、いいやん。バッチリ。ちょっと多いで、こぼれた豆が。いや、その笑いすぎやろ、豆転げただけでな。ちょっと寝不足でハイテンションになってしまった。
今日はですね、ホットサンドにしていきたいと思います。シンプルにホットサンドをね入れていきたいと思います。まずコーヒーをですねいただこうかなと思います。味見、あ、美味しい、美味しいな、うまい。もうこの自然の中で飲むコーヒーは格別。こうね、マスタードピュッと、はい、分厚い。これ入らんのんちゃうか、これ。まあ入らんでもええわ、はみ出てもええやろ、こんなもんな。大丈夫これ、ちょっとうまそうな匂いしてきたな。ジーン、ちょうどええ焦げ目。じゃあちょっとカットすんで、はい、できました。絶対おいしいやん、こんなん。いきます、出来たてホットサンド。うん、結構ベーコンの脂がブーツに染み込んでしまった。うまっ、うん、うん、うまい、おいしい。あ、チェダーか、チェダーかベーコンかよく分からんけど、とりあえず間違いなく美味しい。最高の休憩やん。ゴールでこれはもう一つの、まあでもまだ甘いスイーツバージョンがあるから、とりあえずこれ食べてからやらなきゃ。こんな感じで、こんな感じね。うちのハチさんが頑張って取ってきてくれた蜂蜜をやね、ちょっと贅沢にかけます。いいっすか。お、絶対クリームチーズと蜂蜜うまいやん。まず理由がない、完全美味しいでこれ。タナディ蜂蜜アレルギーであかんねんなこんな美味しいの食べられへんで。いただきます。うん、うまっ。クリームチーズをさ、加熱することな、な、今までなくて、今日チャレンジしてみたけど、こんな感じになるんやって、食感。ちょっと芯の部分が若干冷たさもあるんやけど、めっちゃ美味しい。休憩し終わったら釣り行きたいと思います。最高で、115でいきます。中もいっぱいになったしやな。いやでもこれ半日さ、こうこのデストロイヤー借りたやつを使ってきて感じたけど、やっぱりこうアレグロのやつ作ってよかったなと思ってる今本当にね。1144
あの52のねアレグロ、特にあれはほんまにあの僕の中でも最高の一本になってるんちゃうかなと思うぐらいのねロードに仕上がってるからいいわ。これを使うと改めてこうやっぱそこを感じるね、その適したロード、このロードがダメじゃなくてトップウォーターゲームにはやっぱトップウォーターゲームに適したロードっていうのがあって、でこういう釣りにはこういう釣りの、まあ、こういう釣りって何の釣りか知らんけどこのロードそういうロードがあってそれぞれ適したものがあるから、やっぱあの何でもいいとかじゃなくてロッドの性能ってすごく大事だっていうのは今回改めて感じました。なんかちょっとうまくいかんなとか思い通りに例えばルアー動いてないなってなるんであれば、ちょっとそのロッドがその例えばトップウォーターに向いてないかっていうよりは、まあ使ってる人に合ってないかもわからないしね、まあ極力うちのやつはあのどんなタカ使っていただいてもいいように、あの変に癖のないような味付けにして作ってるんでね、まあ、あの使っていただく機会があればぜひあのおーこういうことかって分かってもらえるかなと思います。はい、まあ、来年のやつはもう申し訳ないですけど売り切れてしまってるんですけども、またね、作る機会があれば、もう今テストしてるショートロッドとかもね結構いいですし、今日も持ってくる予定やってんけどねあれも48も結構いいしね、ソリッドティップ511のソリッドティップモデルも結構いい感じに仕上がってるから、やっぱりねサオって面白いなって改めて思うし大事だなって今回これを使って改めて思いました。 だからこう釣りしにくいし、アクションも今日は全然出せてない、自分の中の満足のいくようにね、でなんかちょっと腕も釣りかけてるからもうすでに、ほんとタンディのいじめやで、これはおじさんに酷やでさあでもまあ頑張ってね、残りの時間なんとか一本あげれるように頑張りたいと思います。トラックできます。ダータ系もやりたいな、ダータ系もありやな、なダータ系も捨てがたいな思って、乗らんな、めっちゃでかかった今の、見た、うわでかかった、あれ50ぐらいあったよ、乗らんだよ、押さえ込んでる、もう一回やば、見た、すっげえ、ほらドラマ待っとったやんけ、なんで乗らんねん、やっぱトラックやな、もう一回今のめっちゃでかかったやん、マジで結構全身で撮ったやろ、もう横のさ体がモーンだっとってん、くっさあー、でもいいドキドキ、いやドラマあるね、ドラマあるやろ、
うわーやばかった、今のはマジでやばかった。うわくそほんまに悔しい、どうしよう。ラストチェリミノ、あかん、よし終わろう。いやー悔しかったな最後のやつね。いやーでも今日一日結構楽しめたんじゃないかなね。バイトも2バイトで最後のやつ完全でかかった、魚体丸々見えてたもんでね。美味しいランチも食べましたし、いやー今日は良かったな、最高の一日やったかな。このロッドさえなければロッド事件さえなければもう最高やった。いやーいかがだったでしょうか今日のね、七色11月七色編、ここで出たやつやばかったねって思ってもらったらですね、ぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もしていきまして、Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、そちらの方のフォローもしていただけたらなと思います。じゃあ皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。